今回はベスタックスより発売された VCI300 についてご紹介いたします。この VCI300 はスクラッチライブでもおなじみのセラート社が新しく開発した DJ ソフトウェア ITCH をバンドルしており、ハードウェアとソフトウェアが一体型となったコントローラーになっております。まず曲の再生の仕方についてご説明いたします。本体中央にあるナビゲーションキーを上下に動かすことで曲を選択し、その下にある PFLA とスクロール、これを同時押しして A 側に曲をロードさせます。 B 側の場合は PFLB とスクロールを同時押しすることで曲がロードされます。また VCI300 にはアイソレーター機能を備えており、高音中音低音をそれぞれ完全にカットすることができます。続いてピッチシフトについてご紹介いたします。こちらのフェーダーをスライドさせることでピッチを変えることができます。通常はプラスマイナス 6% までですが、こちらのピッチシフトボタンを押すことで上下ともに 6% ずつ12段階までシフトします。こちらのキーロックボタンを押すことでキーを変えずにテンポを変えることもできます。こちらのセンサーボタンを押すと再生している曲をリバースさせることができます。通常は押している間のみリバースしますが、シフトボタンと同時押しすることで常にリバースするようにも変えられます。次にオートループ機能についてご説明いたします。オートループはトラックの BPM とマッチしたループを作ることができ、ミックス中に素早くループを作るのに適しています。ループの長さはトラックの BPM に合わせた8分の1拍から32拍まで選択できます。こちらにあるハーフとダブルというボタンを押すことで拍を変えることができます。 VCI300 には9ループスロットが左右に3つずつあります。任意の9インボタンを押すとボタンが点灯し9ポイントがセットされます。一度9ポイントをセットするとボタンを押すたびにその9ポイントに戻ります。シフトボタンを押しながら9インボタンを押すと設定した9ポイントが削除されます。VCI300 のジョグダイヤルは通常ピッチを変えるのにも使用しますが、スクラッチボタンを押すことでスクラッチプレイも可能となります。また本体側面にあるジョグトルクアジャストダイヤルを回すことでジョグダイヤルの重さを変えることもできます。スクラッチプレイなどの場合はジョグを重くしたり、バックスピンなどのプレイを行う場合は逆にジョグを軽くしたりと、プレイスタイルに合わせて調整することができます。またこの VCI300 ではインプットフェーダーとクロスフェーダーのカーブ切り替えもついております。これによりロングミックスでのプレイや高速なカットインにも対応することができます。この VCI300 ではオートテンポボタンを押すことでテンポの異なる両デッキの楽曲のテンポを自動で合わせてくれます。さらにシフトボタンとこのオートテンポボタンを同時押しすることでシンク機能となり、ずれたタイミングを合わせることもできます。
またこの Itch にはレコーディング機能がついており、マイク入力とオグジュアリー入力、そしてこの VCI300 でミックスした内容をレコーディングすることができます。レコーディングのやり方ですが、画面にあるレックボタンで録音の開始と停止、録音したファイルを保存するには入力フォームにタイトルを入力し、セーブボタンをクリックしてください。 Itch で録音された音源は 16bit 44.1kHz のステレオ AIFF ファイルとしてメインライブラリフォルダ内のレコーディングフォルダに保存されます。この VCI300 ではマイク入力とオグジュアリー入力がついております。このオグジュアリー入力に例えば iPod や CD プレイヤーなどを接続し、外部の音源を合わせてセッションすることなども可能となります。 Itch では Mac と Windows 両方に対応しており、再生可能なファイルの種類は MP3、 OGG、 AAC、 AIFFWAV に対応しております。ターンテーブルとミキサーというハードウェアを追求してきたベスタックスと、 DJ ソフトウェア世界トップクラスのシェアを誇るセラート社が、次世代の DJ インストルメンツシステムを作り上げるためにコラボレーションしたプロジェクトが VCI300 プラス Itch プロジェクトです。ぜひお試しください。